こういう感じになってんだ。これで大会行きましょう。ちなみに特急はさ、特急停車駅だけど、通過もあるんですね。なんだ通過するの？むしろ。どういうこと？直通特急っていうのがあるんだ。はぁ、なるほどね。なかなか複雑よね。この種別でこの行き先複雑なのはなかなかね。行き先もまあ、なかなかわかりにくいのね。ああ、すごいですね。ああ、で、今2時半。もう言うてそろそろ違ってたら、このペットもいくらいいですからね。で、東出口、こっちにあるみたい。ちなみに大会らしいですね。大会じゃなくて。ね、ここら辺、各地阪神電車になってるのか。へえ。エレベーター行こうかな。まあまあ、ちょっと歩くなってきましたからね。あら、やったー。へえ。まあしかし複雑ですね。新開地でまた分かれていく方面もあるし、この辺りしかこう、私鉄は、かなり神戸、大阪、この阪神間は、阪神間はまあ、ちょっと、かなり初見殺しですよね。一回ここにギュッと来ますもんね。そう、改札のさっき切符、チャージしたところも、あれでしたね。めっちゃすぐつぶんね。はい。改札口では奥のドアが開きます。ドアが開きます。このボタンのところはペジテクなんですかね。あ、オーティスだ。へぇー。ナシナオーティス、まあ、そうだ、西日本では確かオーティスというはずだもんな。そう。へぇー。こちら側のドアが開きます。開きました。へぇー。こういう感じで、あ、取れたりとか。ってことで、大体行き通ってきた。これ、今、値段見て、あれだけど、見てみたら、これ。130円なんだ、初乗り。安っ。あれじゃあ JR 使いこっちの方が良かったんじゃないで、こんな感じだし、結構すぐそこじゃん。地下鉄上沢駅はそこで、あ、上沢駅か。こう向きでこうで、右側の方ね、右側の方に出たらいいね。じゃあ兵庫駅。あ、この辺りにありそうですね。キャナルタウン。キャナルシティみたいですね。キャナルシティはね、どこだっけ。キャナルシティって聞いたことあるな。なんだっけ。キャナルシティ。あ、福岡や。で、そっちか、そう。兵庫、あ、やっぱ、書いてある、兵庫駅って書いてある。こっちから行ったんやな、よし。雨降っとる？あれ？雨降っとる？ついでに、なんかうまそうな中華があったの、中華こう。あれ？結構降ってる？あ、結構降ってんな。あれ？また。ちょっと待っただけ。この大雨は聞いてないぞ。まいたな。どうしよう。あ、関西スーパーあるね。とりあえず関西スーパー逃げるか。これすぐやむのか。怪しいな。よし。よし、関西スーパーに入ろう。逃げよう。あ、めっちゃ降ってきてる。近い駅でよかったー。マジで。雨止まないパターンか。あれ、めっちゃ降ってんじゃん。え？先は？雨模様。いや、ダメだ。こっから強くなる。こっから強くなるから、もう雨の中行くしかない。
また例の不審者モードで、わらみさきで、のんきなこと言ってる場合じゃなかった。よし。なにちゃん、普通に明日仕事っすからね。よし、不審者モードで。まやし、俺の不審者モードで。イエーだけど、行くしかねえ。こっちから行く？富士屋のミルキーね。はいはいはい。やってるね。うわうわうわ。でも、そこはちょっとね、なんかこの後、一応予報見たらね、1時間後ぐらいに雨足が強まるみたいなんで、だったらもうこの雨のうちに行っとかないとですね。うわ。あ、でももうそこに見えてるのが駅だ。よしよしよし、駅自体は近い。どこから入れるかな。チラッと裏通り入る。チラッとね。どうせ、アーケードないからね。なさそうだね。どうしようか。今日も歩いただけで終わりそうですね。なんとこった。いろいろアプリはあるけど、商店街っていう感じとまた違うか。昼間、最大、12時間最大、1000円。まあ、やっぱ都心部ですね。ね、その先のところも、満車になってますもんね。これ何？たぬき風、金銭免除。他？住宅園か。あ、でも飲食店は居酒屋さんとか中心にある感じかな。串揚げばかしだけど。飲みリストこれはね、スーパーマーケットだ。